ただいま。留守の間は何もなかったようだな。まあ、誰が来るわけでもないが、用心はしておかないとな。おばあ様に人が変わったと言われたよ。まあ、昔の俺ならあそこになんて行かないからな。若さがいないのは手痛いが、これも仕方がない。危険因子は早めに取り除いておかないと厄介なことになりかねないからな。うん、若さが気になるか。まあ、お前には一度も会わせてやらなかったからな。あいつは海外へ行ったよ。知り合いに任せたので場所までは知らないが、もう二度と戻っては来ないだろうな。そんなことを考える時間があるなら、少しでも俺のことを考えろ。いいか、お前が俺を選んだんだ。俺を不安にさせるな。俺が恐れているのはな、お前が俺のことを考えなくなることと、俺の前からいなくなることなんだ。お前が俺のそばにいるためなら何だってしてやる。お前の願いは何だ。欲しいものは、して欲しいことは。それとも俺の死を望むか。俺が死ねば晴れて自由の身だからな。そんなことを考えないと言い切れるのか。お前は本当に素直だな。だが、お前が望むなら俺は死んだって構わない。安心しろ、お前を道連れにする気はない。そうすればお前を俺で埋めることができるだろう。俺を殺したのはお前だからな。俺への贖罪を胸に生きる。それも悪くはない。悪くはないが、お前がそれを望まないうちはまだしないよ。お前の願いを、望むことを言え。俺が叶えてやる。その代わり、お前は俺の願いを叶えるんだ。何？難しいことはない。お前のすべてを俺にくれればいい。身も心も感情も、息も声も時間も、全部俺によこすんだ。俺はお前が生きているこの瞬間が欲しいんだ。過去や未来をいらないとは言わない。だが一番欲しいのは今なんだ。そばにいない時間をデータで補うこともできる。しかしそれにも限界があるんだ。映像や声だけじゃ物足りない。ぬくもり、匂い、空気、お前の存在はこの体でしか感じられないからな。な、簡単だろ。今のお前を俺にくれればいい。俺のそばで俺のことだけを考えて、俺のためだけに生きる。それだけだ。簡単だろ。できないとは言わないよな。俺はお前を求め、お前はそれに応えた。俺以外のことはもう考えなくていい。二人きりでこのまま過ごそう。
何を不安がることがある。俺はお前さえいれば何もいらない。お前以外の人間と関わることだって本当はしたくない。でもそれはまだ難しいんだ。1年待ってほしい。1年で全てが整う。そうすれば周りの目も時間も何もかも気にする必要がなくなる。お前とずっと一緒にいられる。ああそうだ、ずっと永遠にお前と一緒だ。1年365日同じ空間で同じ時間を共有する。お前は俺の生活の一部になるんだ。なくてはならないものになる。それでも不安か？それなら、ずっと手を握っている。少しは不安も薄れるだろう。そういえば、お前に触れるのは初めてだったか。出会った頃はこうなるとは思わなかった。お前と出会い、惹かれ、今はこうして二人でいる。きっと定められていたんだろうな。あまり信じるつもりはないが、これが運命というのだろうな。その運命とやらに嫌われないようにしないと。お前と一緒にいるためにも。どうした？まだ不安か？そうか。それなら。こうして俺を感じていればいい。お前は俺の大事な宝物だ。ずっと離さない。いや、離れない。お前が嫌だと言っても俺は絶対に離れてやらない。覚悟しておけ。いいな。